べたい朝ごはんがあるんです。朝早いね。はい、やっぱ今日食べたい朝ごはんがあるので、うん、私ちょっと朝早く集まってもらいました。好きなところが朝ごはん始めてくれたっていうね。始めた、うん、プライベートでもちょっと言ってんだけどでもやっぱはるかにも朝活してほしいなって。食べますか？朝食べないね、いつも。ちょっと食べたいなっていう気持ちになってるよ今。あ、ここですね、うん、私この店舗は初めてだわ。一緒に働きたいもうこれで皆さん分かりますね。ビクドンです。ビクドンって略すんだ。はい、ビックリドンキーですね。あ、そうなんだ。はい、ビックリドンキーで朝ごはん。ちょっと朝って意外な感じする。じゃあいきますよ。言ってくださいよ私こうしてる時もすごい外れるから。いや、もう行っちゃって画角から、うん、行きます。あ、今日のお味噌汁。あ、久しぶり。いらっしゃいませ。こんにちは。おはようございます。おはようございます。2名です。はい、お願いします。お願いします。ありがとうございます。お邪魔します。衝撃。私はいつも本当に地元の狛江店にもう子供の頃から行ってて、タッチパネルじゃないのよ。あ、狛江店。そうなんだ。ちょっと都会を感じてるびっくりドンキーで、マジこれでさばかないと追いつかないみたいな感じなのか。びっくりドンキーでは、でっかいこの窓みたいな木の、うんうん、こういうメニューなのよ。あるね。思い出した。うん、何回来たことびっくりドンキーはね、近所になくて、うん、だから本当2回ぐらいしか行ったことない。うわ、子供の頃だからさ。うわ、うん、まだまだじゃあ楽しめるじゃん初心者だからね、うん。私も初めてさ、このびっくりドンキーのタッチパネル初めてなのに、もう使いこなせるから。チーフみたいな。みたいな。木のメニューがない代わりに、この中で木のメニューが開いた。うん、え、本当？もう一回見たい。ちょっと見せて。ちょっと、今お腹鳴った？お腹鳴った。すごい。やっぱびっくりドンキーがそうさせるんだよ人の胃袋を。そうだね、こんなお肉とかさ。そうよ、見たらモーニングがね。うん、何があるの？あ、これあのね、うん、ミニマムディッシュセットってなってて、うん、普段は 150g とか、うん、そうなんだけど 200g とかさ、うん、100g だったかな、になってて、でもミニマムディッシュなんだけど、うん、あのこんなにさ、トッピングもいつものメンバー取り揃えてくれてるわけ。あ、これいつものメンバーなんだ。そう、まあここに私はいつもは、うん、多いのは、うん、チーズバーグディッシュに、うん、エッグトッピング、で、そうお味噌汁つけて、うん、イカの箱舟。イカの箱舟、うん、昼からのメニューなんだけど、うん、むちゃくちゃ美味しい、うん、丸ごとのイカに、うん、あ、写真あるんじゃない？丸ごとのイカに、うん、あ、これこれこれ、ちょ醤油のね、タレとマヨがかかってて、うん、焼いてあって、これはね超美味しくて、これは多分昼からのメニューなの。あ、グランドメニュー10時からだ。10時からだ。モーニングはモーニングで、モーニングにしかないメニューがあるから、うんうん、卵かけご飯っていうのがあるんだけど、うんうん、
ご飯、お味噌汁、うん、卵なんだけど、うん、その、うん、卵にかけるのが、うん、醤油とかじゃなくて、うん、ハンバーグソースです。あ、へえ、これだ。これはびっくりドンキーにしかできない。確かに。だってこのソースはびっくりドンキーにしかないんだから。あ、そうか、オリジナルソースだから。合うの？ワニ。ワニ、あ、申し訳ないんだよ。ね、ちょっとごめん。笑っちゃう質問するよね。ハンバーグって用だと思ってたから。あなた、ハンバーグって読むのに、もう固定概念でガチガチにしちゃってんの。あなたは。そうか。びっくりドンキーのハンバーグっていうのは、うん、その、他のハンバーグとは、全然違うんだよね。うん、私はまだ食べたことない、このトーストセットっていうのがあるんだけど、うんこれね、私ポテサラバーグディッシュ大好きなんだけど、うん、それはハンバーグの中にポテトサラダとチーズが入ってるやつなんだけど、うん、めちゃくちゃ美味しいのね、うん、これはそのポテサラが乗っかって焼いてるから、うん、絶対に美味しいと思う、うん、ああなるほど。で、まあドリンクとかお味噌汁とかあるんだけど、うん、どうする？あ、ちょっと情報量がすごすぎて。はい、そう。美味しそう。はい。じゃあ、味噌汁、好き。ほら。わ。で、ドリンクも、うん、味噌汁か、この中から選んでいいの。味噌汁じゃなくても。うん。味噌汁とドリンク両方行きたいけど、まあ、でも、味噌汁。でも、その場合は、頼んだり。すごい。あ、すごい。すぐか、食後も選べるんだ。うん。お味噌汁選んだ。食後にしたらすぐ欲しい。トッピングだ。そうそうそう、すごい分かりやすいね、これ後から。いや、私も初めてだけど、タッチパネルは、うん、パイエッグにしよう。パイエッグ OK? OK? うん。トーストも食べたいんだけど。確かにね。そう、いつものやつは？私はこの間やったのは、うん、オロソバーグディッシュ単品で頼んで、うん、あ、で卵かけご飯も頼んだ。ああ、なるほど。でもミニマムバーグディッシュにしようかな。チーズにす、あ、ミニマムバーグディッシュにするか。で、私これね、こうするのね。うんうん。単品にして、うん、で、卵かけご飯を頼むと、うんうん、味噌汁はつくから、でも、ご飯もつくけど、こんなのは食べられるから。うん、で、これも選べるね。大盛りか小ライスか、普通か。あ、ほんとだ。よいしょ。二盛りくる。あ、でもこうして、小ライスにして、うんうん、で今日はせっかくだから、うん、このさ、ポテサラトーストセットも頼みたいな。食べたいやつ。うん。うん、あ、ドリンクセットにして、つるんちゃしようか。すぐのご提供にして、うん、で、注文内容確認します。うん。いいね。うん。頼むよ。ありがとうございます。ポテサラトーストです。はい、で、こちらです。うわー、ミニマムレギュラーです。はい、キャー、こちらファインバーグで、はい、キャー、ソースを追加でいただいていいですか。はい、ありがとうございます。味噌汁は大きい。そうなんだよ。すべてがこちら、はい、エッグトッピング、パインバーグディッシュです。うわー、美味しそう。もう
ハンバーガー隠れちゃうぐらいパインが乗ってます。はい。あ、サラダもいいね。マヨにね、トマトが乗って。そう。食べてから話すけど、食べてから話すけど、このマヨはオリジナルです。もう言っちゃったぞ。お味噌汁ね。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。いいんだよね。ミニマムレギュラーバーグディッシュ。うん。くわ。そしてポテサラトースト。卵、ゆで卵ついてます。いいね。卵かけがもう私の今日の朝すごいね。いただきます。いつもはまずお味噌汁朝が始まりましたね。おいしい。あ、いつも、ね、トマトからいくんですよ。あ、決まってんだ。うん、うん、うん、甘い。やっぱバーグ行っていいっすか。バーグ行って、朝から食べられる喜びね。うん、あー、おいしい。ここにしかないから。何個目びっくりドンキーのバーグ。いや、もうわかんない。1億1億。でもそのぐらいの気持ち。へえ。でも毎回感動するのよ。うん、これこれって。へえ、これなのよ。それだ。私はじゃあ久しぶりになるかも。うん、なんか甘い。うん、めちゃくちゃ美味しい。別でもいいかな。まあ、いろんな楽しみ方。甘いから行くんだ。うん。朝からお肉食べたことある？朝からあんまないかも。ハンバーガーとかだった。ああ。なんかちゃんとした定食みたいな。うん。ね。朝食べれるの美味しい。うん、あ、美味しい。美味しいよね。美味しい。味噌汁美味しい。美味しいのよ。ほうれん草ってさっき言ったこのサラダのマヨはオリジナルで、うんうんうん、あの買うことができます。へえ。ね、うん、確かソイの、うん、ちょっとドレッシングバージョン。うん、これもここにしかないでしょ。そうだね。うん、ちょっとチャーシューっぽい。でも甘すぎないよね。うん、そうだね。で、この朝はさ、このミニマムだから、うん、普段よりちょっとちっちゃいんだけど、うんうん、ディッシュね、店舗によっては、うん、普通サイズ買うことができます。あ、販売してるの？うん、これは。うん、卵かけご飯作っちゃおう。あ、ついに。もうソース、もうソースが美味しくない？ソースも美味しいね。うん、かけるね。いっぱいペロリいけちゃうかも。このほんとこのハンバーグソースでしかない味じゃない。うん、うん、そうだね。
330円っていうのがびっくりします。330円か。しかもね、これご飯だけだとね。だからこういう頼み方しちゃうわけよ。うんうん。この厚さ、うん、やっぱそのモーニングらしい。ほんと、うん、うん、うまっ。何、やわらか、ふわふわ、うわっ、うまっ。もうポテトサラダのね、すごい酸味があって、うん、めちゃくちゃ合うわ。ねえ、うわっ、うまっ。よかった、頼んで子供じゃあもう立ち食いします。うん。だよ。ごちそうさまでした。最高美味しかったです。イエーイ。マジ案件じゃなそう。